はい、秋は最後の練習です。悲しいです。最後の練習やるよ。やるよ。てつさん、右横こしげさんからてつさん、ショット成功です。右上せいやさん、左上梅、トップから正面てつさん、ショット成功です。上梅、トップから正面てつさん、ショット成功です。はい、練習終わりました。疲れた。あ、でも楽しかったね、今日。楽しかった。いただきます。いただきます。じゃあサイコロ振って出た目かける1トン、うわ、合計上げる。意外と楽っていう可能性もあるし、全然できない可能性もあるけど、頑張ります。てい、うわやるよやるよ。トレーニング前に飲むのはこの EA アジアピーチマンゴーかピンクグレープフルーツがおすすめです。プロテインは僕はもう圧倒的このチョコバナナ味。アキオはこの、まあ、一番人気多分ミルクティー味で、マイプロは。アキオはこれ飲んでます。撮影中だから今なんか後ろに闇抱えてる人いますけど大丈夫ですか。デッサンちょっとなんか取り憑かれてますよ。マジで4時8時の口。俺が教えてやる4時8時のフォの口を。お前の家族に。危ないよ、外出んの、本当に。危ないよ。ねえ、ほんと。ねえ。あ、ちょっと、危ないな。潰れたの、お前。ええ。ソーシャルディスタンス。助けて。助けて。意識する。意識しないからね。俺も結構、唾とか飛んじゃう可能性あるから、やっぱ。こういう。意識は、俺やっぱ模範的都民だからさ。じゃあ息して、息して。うーわ、やるよ。フォロー。なんか落として。じゃん。じゃん。おーっと。来たわ。おー、すげえ。今日がラストの練習終わり。なんか感慨深いものあったね、なんか。まあ、節目だからさ、でも一応。ちょっと、まあ、そうだね。うん、はやぶさかなめのこの半年間振り返ろう。うん、実際俺ほんと最初はだいぶ懐疑的な形でスタートしたからファルコンズのイメージをどんどんこう全国にこう普及できたっていうところはなんかすごいやってよかったなっていうのは本当に思ってるかな今。そうだね、まあ俺もすごい一番印象に残ってるのはなんかその年末のクリニックとか、まあ、大阪は急になかったら東京は行くから、うん、あんだけ人も集まってくれるし、まあそうだね、うん、なんか楽しそうに社員とかやってくれるし、なんつうんだろう、秋夫とか俺が春に行ってすごい楽しそうになんか過ごしてるのも伝わってるから楽しくラクロスするみたい なんか風潮みたいなのはちょっとでもまあいい影響を与えれてるかなとか、なんかポジティブにラクロスもっとやろうって思えるよう なんか影響が与えれてたらいいなって思ったかも。確かに真面目じゃんね。恥ずかしくない。くっそ真面目。秋夫にビデオ越しに言うのは、ね、恥ずかしいんだけど、秋夫に言うのは恥ずかしいわ、さすがに。秋夫はなんか思い出に残ってるなんかエピソードがある？思い出に残ってるエピソードか、1000人行った時ってなんかすごいなんか思い出というか印象に残ってて、まあその初めてのプレゼント企画あそうだわやったけど、で結構コメントとかも全国の人でね、欲しいって言ってくれて、それがきっかけで結構その関西のクリニックもやったし、年末のさっき哲夫が言ったクリニックもやれたっていうのもあるから、なんかそこはなんか個人的にはすごい印象に残ってるかなっていう感じ。
と YouTube やってなかったら会ってなかった人いっぱいいるよね、多分。間違いないね。だからなんかお前やってよかったなって。秋夫があんまりさ喋ることないからさ。確かに視聴者の皆さんにみんなにメッセージって感じ、うん、僕は大阪行っちゃいますけど、あの月に1回、必ず東京に戻ってきて、まあ、ファルコンズとしての活動は続けていこうと思ってますので、まあ、はやぶさかなめもこのまま引き続き、まあ、今まで通り、動画は撮れないかもしれないけれども、何かしらの形で、活動は続けていこうと思ってますので、今後の活動も期待してください。ください、はい。こちらの準備とか進んでんの、ちゃんと。いやでもね、これ結構今悩んでて、いろいろ。ただでも一番決まってるのは、まあ一旦はまあパチンコ台はもうコンポ済み。やっぱりあの置き場所決まってんだ、もう大阪。業者も決まってる。もう引っ越し業者にもそこは話してあるから。やっぱ家でしっかりトレーニングできるように、やっぱ器具は持ってかないとね。今日じゃあまあ大阪でも頑張ってね。ありがとう。まあいろいろ今後もちょっと企画考えて。引き続きよろしくお願いします。うん、お願いします。せーの、シャイン。